隆でーす。今ね、天理の坂をね登ってるとこなんですけど、相変わらず暑いっすね。今日は36度ぐらいあるみたいですね。非常に暑い。で、この前のねリベンジでね、パリの焼肉屋さんの焼肉弁当をね今日は食ってやろうかなと、今からね買いに行ってきます。ハリのねトラステにトラック止めてね行きます。はい、ということで、ハリのトラックステーションに、来ました。うまいこと1台入っとったな。今日はね、水曜日なんで、前のね、焼肉屋さんがね火曜日が定休日やったんでね、まあ今日は空いてるはずなんで行ってみます。開いてるみたいや、今日は。よかったよかった、開いとるな。達也さん、もし遠くしたはずないですか。遠くしたはずないかな。どう、場所はね、このトラックドライバーにはおなじみのこのターンさんのね斜め前にあります。わかりやすいです。
見てください、このボリュームすごいでかい。これね、ご飯大盛りにしました。ご飯大盛り、これね、ご飯の上に焼肉を乗せてますね。焼肉丼みたいになっとるけどね、すごいでかいですね、これ、ハンドルのね、この、なんちゅうかな、どない言うたらいいかな、ハンドル の、 あの内側ぐらいある。ちょっと分かりにくいか。これがね、700円でした。大盛りで、じゃあ700円。大盛りで750円か。今からこれをね、いただいていきたいと思います。早速、いただきたいと思います。でかいですね、これは。ね、ボリューム満点やね。こんな感じです。でかいです。こういうちょっとね、ちょっとしたナポリタンみたいなのもついてます。ね、このポテトサラダと。夏の、この夏の暑さを乗り切るのにね、スタミナ満点です。美味しい。この焼肉もね。肉がね、一面にね、もう肉が一面にこの、なんていうかな、入ったってね、ボリューム満点やねん、これ最高やな。昼から贅沢やな、でも、コロッケも買ったから、コロッケもいただきます。お肉屋さんのコロッケやからね、70円でした。70円やったかな、確か80円か70円、忘れた。とりあえず、パクパク、ファミリーマートの100円のコロッケよりうまいな。ということで、美味しくいただきました。ごちそうさんです。この焼肉弁当ね、大盛り頼んだらね、もうほんまもう、これだけで十分やな。まあ、コロッケと焼き鳥買いましたけどね。十分です。腹いっぱい。今度ステーキ弁当食いたいな。やっぱりね、お肉屋さんの焼肉弁当やからね、まあ美味しいですよ。近くに来られた際はね、寄ってみてはどうですか。まあ夜中とかはね、ちょっと空いてないですけどね。夕方ぐらいまでやろうけど、
何時までやってんのかな、うん、何時までやってんのかねちょっと知りませんけど、まあ、近くに来た際はよろしかったらどうぞ。はい、ということで今日はね、リベンジで焼肉弁当をね美味しくいただいたという動画になりました、ね、お付き合いいただきありがとうございますね。飯を食うだけの動画ですけどね、お付き合いいただきましたありがとうございますということで、うん、また何かね美味しいものを食べたいなと、トラックで行けるところをね中心にね撮っていこうと思います。ということでまたやります。さよなら。